関係ないやん。やっとや。はい、お疲れ様です。タイトルとサムネにあると思うんですけど、職長のトビの職長のミッチーいるじゃないですか。でミッチー、あの鍵を本社に置いてくるんですよ。寝坊した時とか誰か呼びに行けるように。ちょっと見つけれたんで、ちなみにここにあるんですけど1個これこれやばいっしょ。これでミッチーさっき電話したら、まあ、ちょっと寝とるもんで、今ちなみに夜の11時30分なので、まあ、ちょっと今から侵入していきたいと思います。これめっちゃ緊張するわ。でもマジでも本当にさすがに優しいですけど、ミッチーも怒ったらちょっと怖いんで、ヤンキー顔しようじゃないですか。寝起きがちょっと悪かったらちょっと投げられるかもしれんすけど、2、3発まあでも YouTube なんで関係ないですよね。はい、じゃあちょっと向かいます。はい、じゃあちょっと着きましたので行ってみたいと思います。おはよう。ミッチーおはよう。どれ何やってんの。なんで。お邪魔します。どういうこと。はい、どういうこと。あ、布団、じゃあ、ちゃんと布団で寝とるかなと思って、風邪ひくなと思って。関係ないやん。やっとや。やっとや。風邪ひくじゃん。ガンスってこんだけ暖房つけとるの。めちゃくちゃ暑いもんこれ。いや、何しに来たんですか今日。今日はですよ、ミッチーの部屋紹介。じゃ新生活がね、ちょっともう始まってくると思うんで。関係ねえやん俺。関係ない。関係なくはないけど。バリバリのプライベートですねこれ。えぐいて、えぐいて。もっと嫌がりますよ。もう嫌っすか。もう嫌だ、なんか。今日一人だけっすか。おらんすよね、頭が。誰もいないですよ。ちょっと怖いわ、マジで。で鍵がね、入っとったんですよ、ボンって。違う違う違う、それダメじゃん。それダメなやつじゃないですか。だって、僕プライベートないやん、それやったら。だってさ、人の家の合鍵があった。難しかった。会社にあった。あった、使う。持ち出したらダメ。プライバシーの神経。わかるよね、お兄さん。簡単だよ、簡単、本当に簡単だよ。でも難しいね。すごい難しい話してる彼は。おい、ふざけんなよ。 今もう12時近いと思うんですけど。おい、ふざけんなよ。いや、なんていうんですか、やっぱり風邪とかひいたらあかんじゃないですか。今みたいにやっぱ布団も着てないしね、このエアコンが、エアコンが直接当たってね、喉もやられてね。で、新年年明けします。じゃあ足場班稼働します。え、何、職長風邪ひいとんの。いいよ、YouTuber だから別に仕事ない。それってやっぱミッチーのためを思ったらあれじゃないですか。関係ないって。じゃあ本当に本当に今ここで風邪ひいたら
ね、やっぱりその正月でね、体調管理も大事だし、はい、下手したら死んどったかもしれん。このまま僕が見つけんかったら、このエアコンをガンガン当てて死んどる可能性もある。死ぬわけねえだろ、エアコンって。はい、じゃあ勝手に紹介していきます。金がね、これね、お金をこうやって保管してるんですよ、小銭を。もうやつみたいや、なんかあれじゃあ、なんか貯金箱とかいう概念がないんですよね。ないです。なんで目でパッて見て把握できるんじゃないですか。え10の7で8500円です。なんでこんなことするんですよ。頭悪いかもしれないです、僕。多分貯金箱の方がいいですよ。これは何す、ベトナムのお茶。お土産でみんなに買っていったんだけど、はい、渡すやつがおらんくなって、はい、聞いたの置いてある。もうバーだね、この景色が。ちょっとこっち立ってくださいよ。バーじゃん、これ。軽いバーだよ、これ。全然匂いのなんかおしゃれで止まってさ、こうやってお酒もあってさ、はい、バー、バー。いらっしゃい。今日いつもの。いつもの。あるわ。一応そういうのは気にするタイプなんだ。健康を気にするタイプ。冷蔵庫何入ってるんですか？何も入ってないですよ。今の R1 と、はい、ワンカップと、はい、カリーゴールド、カテロン。あー、風邪ひいて。あとヘパリーゼ。ヘパリーゼ。野菜ジュース。野菜ジュース。風邪薬。風邪薬。風邪薬、冷蔵庫で冷やす派なんすよ。はい、冷やそう。なんでなんでなんか聞き悪そうになるのかな。食器棚はめっちゃおしゃれだけど、なんもない。おしゃれ。なんもない。なんもない。なんもない。箸もない。炊飯器あるけど、箸も皿もなんもない。炊飯器あるけど、コンセントまず繋げてないからね。あ、これはね、この友達からもらってるんです。自炊しなさいってことじゃない。使ってますよ、使ってますよ。アルバムっすよ。それ写真やね。写真。これ何をしてるんですか、これ。これいくつの時ですか、これちなみに。これ二十歳ぐらい。二十歳の時あれです、眉毛がないんですよ、基本的に。違うんですよ、二十歳で高校卒業したんで、僕。あ、そうなんですか。留年しまくっとったんですよ。眉毛がないね、当時は。眉毛はある、ね、当時はね。何何何何、チラッと見えた、チラッと。はい。何何これ。いい、これいい、これはいい。これ履歴書の写真？まあ、まあ、そうですね。履歴書っていうか、ちょっと待って。やばいやばい、これ。これ受け狙いでやっとるんですよね。いや受け狙いじゃない。この。笑いすぎやろ。メイチ君大丈夫これ。これ隠そう、これ隠そう、これこれダメだ、これダメ。これまずい、これ。かわかいかわかい。これはまずいね。チンチンはあかんす、チンチンは。社長。社長、社長写していいですかね、これ。社長いいんじゃない、別に。昔の社長、まだちょっと現場で撮るときじゃない。ああ、当時の。当時の。まだオレンジ色で、ね。そうそうです。なんで持ってるんですか。なんですかね。写真撮ったんすね。これミチ友達？いや、これ僕が買っとったハムスターっす。あの写真とか。ハムスター買っとったんす？ちょっと待って。ハムスターに餌とかあげとったんす？あげとったっす。あの、もしかしたら喋りかけたりしました？まあ、ちょこっとちょこちょこっと夜中酔っ払って帰ってきて、普通にひまわりの種あげとったさ。嘘。名前は何ですよ。ハムちゃん。ちょっと待って、めっちゃシンプルやし、めっちゃ可愛い名前。いくつですか。え、これ見ていいんですよ。そう、です。めちゃ綺麗、めちゃくちゃ綺麗。ちゃんとあのダッシュのね。はい。これね。ダッシュ風味。ダッシュ風味ね。ダッシュ。高い靴ばっかりね、これ。はい。高い靴でしょ。これ全部偽物なんで。あ、これ最近買ったやつですね。最近買った。イージーブーストね、これ。これもう本当新古、新古。今なら1名様。今のは一番進行だから、ほぼほぼアホかほぼ1回だけ、ほぼ1回だけですよね。寝ますね。ちょっと待って、はい、お疲れ様です。お疲れ様です。ザッスザッスザッス、こらちょっとそれ、視聴者が失礼だな、なんか。あ、視聴者に失礼だな、なんか。はいはい、どうでした。まあ今回はね、本当に今僕の部屋紹介するっていう動画を、まあ今回上げさせてもらったんですけど、好感度上げてきた、好感度上げてきた、この人。まあまあ年始早々なんで、はい、まあ綺麗にしてますけど、まあ本当もっと汚いですよ、本当に僕ね。そうそうそう、うん、めちゃくちゃ掃除してるからね。だけど本当になんか僕がもう一つ思うのは、まあ視聴者さんも多分思うと思うんですけど、普通に、うん、まあ、勝手に人の家に入ってくんなと、うん、ね、うん、鍵は会社にあるけどお前に渡してない。でも本当に今度からね、まあこういう動画はないようにで、僕はもう全力で阻止してきますんで、はい、はい、もうチャンネル登録といいね、ザッス締めましょうか。はい、また見てね。また見てね。you